はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジーをやっていきたいと思います。とりあえずプレゼントをいただきました。ノーっていうのはいかにもっていう感じですね。まずは普通に、この石がもらえるんで普通に行きましょう。そして普通にメインクエストやってみるか。そろそろ敵が、なるほど。じゃあまあ当然土属性が有利なんだが、フィルターから土属性のフィルターだけを絞り出してとなると、この辺かな。当然助けも土属性で行きましょう。土属性だけじゃ良くないかもしれないな。ちょっと OK です。さあ、一体倒した。倒しました。水が弱いんですよね。さあ、この2体しかない。だから簡単に会えちゃうという。
水属性でもある程度解放があった方がいいんだろうか。逆に藤川カルで行ってみるか。じゃあ始めましょうか。アルケミストか。大変そう。ちょっとやばいな。この子チェンジ。1回目も使っちゃいましょうと思った。これしかないのか。一体倒した。倒れた。やばいな。最初から使っちゃいましょう。おーっと、なんかすごい攻撃。行きました。なんか安な進化セットとかありいろいろありますね。あ、でもこれ使っちゃうんだよな。でも使うんだったら進化させちゃった方がいいっていうのはありますよね。もっとも、まあこれだけ進化ができるわけじゃないっていうのはありますよね。何だったっけな。
ナイトかな。交渉成立。交渉成立。進化で2音もチャンスあるんですけどね。進化できる人はまだいない。カオ先生は全然足りてない。つまりは、限界突破を行わないといけないんですね。でも限界突破をするにはこれが足りないっていう悩みどころが。お、限界突破できないんだ、オリエ・ヤスナ。逆に言ったオリベ・ヤスナを強化 して フルにしよう。ヤスナの水着セットをパワーアップできるってことかな。進化のヤスナだと、ヤスナ水着だと何がいるかって言ったら、スタチューが3、普通の進化が1いんのか。ちなみにヤスナのスタチューは私はヤガミコ。ゲームの絵のことはお任せください。ちょっといいですか。ありがとうです。助かりました。またお願いします。その水着ヤスナな、これがアルケミストのシルバースタチューが1個。まずアルケミストのシルバースタチューか。これですね。これを1個交換した。交渉成立。そしてシルバーじゃない、アルケミストブロンズスタジューが確か3いったんかな。これで水着ヤスナが、水着ヤスナあと何がいったっけ。この通常の昇進歌手が4ですね。進化できる可能性が高いや。ね、月の昇進歌手か。これを4つか。あ、1個足りない。
限定交換の海のイメージオブザイヤーでいいのかな。これで交換すればいいんだ。これで進化できるはずだが、もしできないとしたらなんか条件があるのかな。キャラクターの、え？でも限界これ以上は取れないんじゃなかったっけ。あ、できるんだ。アルケミストだな。アルケミストの何かがいるんだ。進化素材かな？スプロッツスタチューはあるんだけどな。さあ、これで、ヤスナに強化できんのかな。この説明がないからわからないよな。できる。まだ上限解放できないんだ。ということは進化できんじゃないの。あ、違う。60に上げる強化で。これでいけるんじゃないかな。となると進化させるには、いつも会社に泊まってると思われる。素材を、いけなきゃいけないけど、まあいいでしょう。普通のクエストをやろう。月関係のものを進化素材として、進化じゃない、強化素材として集めればいいんだ。4個あれば大丈夫な予感がするんだけどな。どうだろう。
これで進化できるんじゃないかな。できますね。進化きた。進化いきます。さあアニメ、ヤスナが星が加わった。あれ進化したよな。あ、星は星のままなんだ。限界が上がるわけじゃない。星が上がるわけじゃないのか。通常クエストやるか、予備クエストやろう。進化素材を早速集めてこよう。上級行ってもいいんじゃないかな、もはや。ということで、これの風属性ですよね。青、鈴風、青葉を行ってみましょう。シマリ弱すぎ。私も体を張らないと。私も頑張ればできるはず。やったな。やあ、そう。屈辱です。意外と。なんとか倒したが、2体っていうのはちょっと苦しいよな。もう助けを得よう。意外と鈴風青葉ダメージ与えられてないや。マジ？ちょっと鈴風青葉変えられないんだ。あ、ってことはないな。何度か倒した。でもなかなか強い。よかっ
ったら少し。サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。私はヤガミコ。ゲーム。通常クエスト行ってみましょう。普通に。さあ、これは全部のものがあるってことは、これだとカオス先生しかいないから、どうだろうな。アタック優先かな。ただ全部が僧侶っていうのも問題があるよな。ケース倒しました。私の勝ちだな。おっと、手箱が。
超強敵とか厳しいな。これ行ってみるか。基本赤です。炎ですよね。お、結構赤は揃ってきてんだ。あとは赤以外の、でもシマリン意外と弱いからな。これで行ってみよう。でもちろん炎で、これで行ってみよう。単体しかないのか。まあこれかな。チャンス。使っちゃおう。なんだろう。回復ばっかりだな。さあこれで行きます。すごすぎる。いろいろ細かいものを持ちましたね。
っちも行かないといけないよね、それは。水ってことは、前ダメージ与えない。強い。ダメみたいです。守りを固めると。何するんだ。動けない。私も体を張らないと。フラオガン。やられた。弱すぎる。いいですね、これ。相手が悪い。追いつかないですよね、これ。もう行くしかない。倒しましたね。いや、かなり危なかったですね。ちょっと困っててさ、サンキュー。そういえば、訓練組ってどこ行ったんでしょうね。
3年組を戻すの忘れてたな。と思ったらトレーニング組はいないんだ。もういいでしょ、トレーニングさせて終わりましょう。はい、これでトレーニング終了です。いつも会社に泊まってると思われるんだよ。作ろうぜ。毎度ありがとな。なんか魔法使いのシンボルが。悪くないかな、鍛えようぜ。そこそこだな、鍛えようぜ。鍛えようぜ。何を鍛えるんだ。どれかな、魔法使いは。これかな、意外と。ああ、そうだ。盾がないとですね。これはないと？ないとだな。さらに限界突破できる。何だったっけ？編成かな？
はい、というわけでキナロファンタジア、やってまいりました。引き続きやっていきたいと思います。また期待してください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。